こんにちは、R です。スプラトゥーンは社長サダンの団長 R でございます。小ネタ動画160本以上超えましたので、ぜひぜひね、チャンネル登録されてない方は、チャンネル登録をしていただいて、ゆっくり1本ずつ見ていただけるとありがたいです。1人2万回ずつ見ていただくと、再生回数がすごいことになるんじゃないかなと、日々、目論んでいる R です。さあ、今日もですね、噂を調べていきましょう。今日の噂はこちらの方からです。じゃじゃーん。ライムゼリーさん、ありがとうございます。アル様、お、アル様。アル様です。はい。すいません、アル様、ありがとうございます。小ネタです。イカスフィアの中のイカちゃん、過去タコちゃんは、ほんの少しだけ、にんまり笑っています。調査お願いします。ちょっと見たことなかったな、顔は。イカスフィアの中か。やってみようか。どうせなら、散歩して、外の、景色のいいところでやってみましょうか。よし、調査に、レッツラが、あら、落ちた。調査に、行きましょう。はい、では、ムツゴロウにやってまいりましたよ。マニューバベッチュですね。今度、この武器を練習しようかなと思ってるんで、スフィアもね、ガンガン使っていかないといけないところでありますね。では、その、イカちゃん、タコちゃんの、表情を見てみましょう。まずは、スペシャルを貯めまして、行きますぜ。ほら、こうか。あ、ほんとじゃ。ちょっと、得意げ。ドヤ顔。あ、見えこれた。普段こんな表情ですもんね。口角上がってないですね。今ちょっと、うち、イカスフィアに入ってるんだぜ。手出しできねえだろうみたいな顔してましたよね。うちって言うんかな。違うよね。なんだろうな。というわけで、もうちょっともう一回見てみましょうか。ちょっとドヤ顔っぽかったな。いきますよ。ちょっと高台で見た方が見えやすいかな。よっぽん。あ、光って見えん。ははにんまり。あ、これ自分、うわあ。あれなんか押しとるところもちょっと可愛いですよね。タコちゃんがね。ちょっと押しとるところも見てみよう。こうなったら今日はイカスフィア界だ。タコだけどね。いいんですよ。細かいことはどうでもいいんですよね。ほんとかよ。ピューン。もう取った。よし。で、ちょっと転がる姿を見てみましょう。あ、転がんね。ワン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 。あ、転がんね。転がんね。転がる転がる。うわー。短いなぁ。スペシャル性能アップつけるとどうなるんだろう。まあいいか。それはちょっと調べておきましょう。コロ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 。なんか、現実でもこういう水辺で遊ぶような遊びってありますよね。ああいうボールで。ちょっとあれやってみたいんですけどね。なかなかできるところがないんで。ねえ。いつか子供とやってみたいな。まだ危ないですけどね。2歳なんでね。よし。行ってみましょう。チュ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 。チュ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 。壁も登れる。チュ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 。わあ。毎回爆発するときにわあって言ってしまう。なんで、ね、なんでじゃあ。よし、オッケー。ありがとうございます。帰りましょう。イカスフィア、面白いですね。帰ろう。はい、戻ってまいりました。ありがとうございます。イカスフィアがですね、あれで、ちょっとにんまりしてるっていうようなネタでございましたね。確かに、ちょっとドヤーっとした顔で、にんまりしてましたね。ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団ではですね、今回のように小ネタを募集をしております。ぜひ YouTube のコメント欄で教えていただければありがたいです。まれに Twitter とかでもいただける人がいますね。Twitter だと動画付きでいただけたりして、それでもありがたいです。お待ちしております。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。これ、今回、イカバルーン壊せるかな？これ、ここか？ダメだった。バイバーイ。